今のお仕事というのは年功序列やそれから終身雇用というのがなくなりました。ということは実力主義、成果主義ということが謳われるわけですよね。そうなると仕事中心人間、仕事中毒と言われるようなワーカーホリックとも言いますが、そういった方々も増えているわけです。となると会社内においてうつ病になってしまったり、そこまでいかないにしてもそのメンタルの部分で問題を抱える社員というのが増えてきてしまいます。それを防ぐためにも会社組織全体でその仕事とそれ以外の時間ということの両立性、この大切さをみんなで考えましょうと、これがワークライフバランスのまず主たる考え。